では続いて山森家の人たち、上から行きますか。奥さんのことについてお聞かせ願いたいのですが。愛している。おお、簡潔でいいね。やっぱりおさむさん、私結構好きだぞこの人。え、愛していると言ったのだ。それ以外にない。うわ、めっちゃ好き。こんなにまっすぐな言葉が出てくるとは思わなかったな。では事件の前後、梢さんに変わった様子はありませんでしたか。ないと言っただろう。奴は今妊娠しているのだ。負担のかかるようなことは何もさせていない。はあ。まさかこの人が愛妻家だったなんて言ってはなんだが、意外だ。どうだろうね。梢さんの態度からしてもそんな感じはしてた気もするんだが、なんだろう、この人に対する好感度はなんかちょっとおかしい。上というか、ちょっと好感度上がったんだけど、斜め上に上がっているところは、まあ、ぶっちゃけあるかな。お子さんのことについてお聞かせいただいてもよろしいですか。あいつは賢い。将来は優秀な課長になるだろう。立派なもので、本人もその意識が強い。あの年で資料に強い関心を持っている。いや、興味があるのはむしろ、コアバ緑の方か。そういえば、マナブ君と初めて出会った時、コアバ緑のモノマネを披露されましたね。一人前になるまで、勝手な狩りを禁じてはいるが、隙を見て観察に出かけているようだ。何ですって？知っていてなぜ止めないんですか？何かあってからでは。よそ者が口を出すな。俺は好きにさせている。山森の本家の長男として、俺があるべき姿なの。あれがあるべき姿なのだ。もしかしたら彼のテンダントの効力がないかもしれないのに、あまりに危険だ。では、事件前後の彼に不審な点はありませんでしたか？昨夜は何もおかしなことはなかった。今朝も。何かあったようですね。ここの人たち隠し事全然できないね。家族会議の時、マナブはいつになく真剣な面持ちをしていた。奴にとっても衝撃的な事件だったのだろう。不審でも何でもない。ああ、そこで終わりか。主人公の感想もなし。マナブくんが真面目な顔をするのは時々ありそうだよな。ただなんか、割とどうでもいいこと考えてそうな気もするんだが。今回亡くなられた、サトルさんはあなたから見て、どのような方でしたか？25にもなって、本家の館に居座り続ける迷惑気ままにない男だった。その年ならまだいいじゃありませんか。珍しいことではないと思いますよ。失礼、今日はよく飛行機が低空飛行している。よそがどうだろうと知ったことではない。奴は次男で、いずれは分家となる男だったのだ。本家の生まれであることに、いつまでも油をかかれては困る。遅くとも22の年には、出ていくのが筋というものだ。そんな無茶な。僕なんかその頃まだ、大学出身って当時で言えば結構な、あれだ、いいとこのお坊ちゃんだったのでは、主人公も。嫁さんがいても養えるだけの金がありません。もう少し寛容でいてあげてもよかったのでは。奴は研究家だ。当然その費用は市から支払われている。当然給料もな。この家を出ても山さえ降りなければ食いっぱぐれることはない。俺は分家になる人間がいつまでもこの家にいることが耐え難い苦痛だったのだ。この人がやったんじゃないだろうな。っていうか、サトルさんとオサムさん、バディ組んでたわけじゃないんだよね。本来は二人一組でっつって、もともと親父さんと組んでたって話だったんだけど、ゆくゆくはマナブ君と組むのかな。親子で組むっていうのが、そういうんなんだろうか。わからんけど、なんかそれもそれで、なぁ。妹のあかりさんのことについてお聞きしてもよろしいですか？奴は貴重だ。今や巫女の血を引く唯一の女になってしまったのだから。
あなた自身はあかりさんをどう思ってるんです？気の小さい女だ。人が死ぬといつまでもメソメソと泣いている。今朝もそうだった。親父が死んだ時もお袋が死んだ時も使用人が死んだ時でさえあいつは膝を抱えていた。近しい人が亡くなれば誰だってそうなりますよ。あくまであなた方が特殊なのです。あの育児のなさは死んでも変わるんだろうな。扱いづらくてかな。では事件前後、彼女に変わった様子はありましたか？事件の後、いつまでもサトルの部屋の前から離れようとしなかった点は、まあ不審といるな。それについて彼女はサトルさんのそばにいたかったが、死体を見る勇気が出なかったと言っていました。そこが弱いというのだ。女性に強さを求めてどうするんだ。お前は明かりの何を知っている？どういうことでしょうか？いや、いい。なんか隠してんのか、一応兄として妹を心配してるようにも捉えられなくはなかったようにも見えたが、まあわからんね。あかりさんのことについてはでも、まあわからんよね。では、オガモのこと聞きますか。なんだっけ、大棚さんっていう人のことについては聞けないな、誰にも。使用人のオガモさんのことはどう思っていらっしゃいますか？使い勝手のいい男だ。言われたことは嫌な顔を一つせず何でもこなす。図体がでかくているだけで鬱陶しくなる時もあるかな。なんか一言余計なんだよな。昨夜から今朝にかけて何か変わったことは？奴は仕事を時間通りこなしていたはずだ。出なければどこかに必ず荒が出る。俺たちがその時間不自由なく過ごしていたのだから、つまりそういうことだ。評価してんね、回りくどいけど言い方が。さて、聞くのちょっと怖いけど、使用人の弓さんにはどういった印象をお持ちですか？役立たずのごくつぶした。情けをかけてやっているというのに、恩の一つも返そうとしない。使用人など、オガモさんが死んじゃう。仕事に不満があるのなら、いつでも出て行って構わん。事件の前後に怪しげな動きはありましたか？奴はいつもどこかに隠れて怠けている。視界に入れるのも不愉快なのだ。俺の知ったことではない。終わりか。多分本当に終わりなんだろうな。なんか、思ってたその通り、100% の回答が返ってきた気がする。あかりさんには婚約者がいるそうですね。来年医者になる男だ。地味な奴だがまあ、それなりに役には立つだろう。気に入っていらっしゃるんですね、それなりに。学ぶが懐いているのだ。サビ病の研究をしているとかで、奴も息子を気にかけている。懐いていると捉えていいのか。未だコアバ緑を見たことがないそうだが、まあ、明かりに似て気の小さい男だからな。鉢合わせでもしたら腰が抜けちまうだろうな。一度この山の何たるかを教えてみるか。いい顔してますね。やめてあげてください。やめてあげてよ。あんな思いをするのは僕だけで十分ですから。似たもの親子だな。婚約者か。やっぱりまだ名前は出てこないけど、まあ、確定ではないか。では続いてコアバ緑。コアバ緑について何か知ってることはありませんか？まあ一番触れてる機会は多そうだけど、よくは分かってないよな、この人も。奴についてなら、専門で研究していたサトルの方が詳しいだろう。亡くなった方にお話は聞けませんが。バカな男だ。隣の部屋を確認していないのか。少なくとも俺が知っていることはさっきすべてお前に教えたつもりだ。忘れたとは言いません。あとは弟を頼るんだな。隣の部屋って寝室ですか？もしかして入っていいということですか？ただ何より研究室に入りたいんだよな。鍵のありか聞きたいが、まあ上から。死亡推定時刻の前後、
ここの住人以外の人を館付近で見かけたりしましたか？記憶にない。狩猟に出かけられた際、怪しげな人影を見たとかは。何度も言わせるな。探偵を名乗るのなら一度で理解したらどうなんだ。そんな無茶苦茶な。第三者は、まあ見ていたらむしろ撃ってそうだから、まあ多分本当にいなかったんだろうな。研究室への扉に鍵がかかっていました。どこかで鍵を見ませんでしたか？俺が知るわけないだろう。紛失物なら使用人どもに聞け。結局誰もわかんないっつってんな。小鴨さんが見つけてくれることを切に願う。あかりさんでもいいけど。サビ病は、コアバ緑の霊気に当てられたものが罹患するという話を耳にしました。科学的な根拠は一切ないが、昔からそう噂されている。罹患者の言動はコアバ緑のそれだ。可能性は大いにあるだろう。しかし僕には、村や町の人々がサビ病にかかるとは、とても思えません。なぜならこの山は、立ち入り禁止じゃないですか。館の方々が罹患するにはともかくとして、村や町の人がかかる理由がありません。何か別の原因があるような気がするのです。お前は医者か？探偵からサビ病の研究に方向転換したのか？いいえ。立ち入り禁止だろうが、山に入り込む奴はいる。どっかの誰かと同じでな。いや、私は招待されたんで。コアバ緑が肉食のため、サビ山に木の実や山菜が豊富なのだ。生活に困って山に入り込んだ奴らがコアバ緑に当てられ、サビ病を発症する。何らおかしなことではないだろう。まあ何かしらこう病原菌みたいなのがあるんだとすれば、まあネズミやら、まあスズメとかそういうのもあるかが、もしかしたら媒介になってっていうのはあるかもしんない。やっぱり、月種類はダメだな。じゃあ最後かな。サビ山について。これまでサビ山や、山森家に関する様々な話を聞きました。その中でも気になっているのは、神聖な力を持っていたという、巫女と、コアバ緑の関係です。偉大な巫女がいたのなら、そもそもあんな恐ろしい化け物が存在するはずありません。逆だな。どうやら、山森と川場緑の因果について聞かされていないらしい。ご教授、いただいても。探偵の仕事に必要な情報なのか？何の情報がどの謎の解明につながるかわかりませんからね。知れる限り知っておきたいのです。面倒だな。この山の歴史を一から話さなくてはならん。少し長くなるぞ。ぜひ、お願いします。千年も昔のことになる、平安の時代、この山はサビ取りの山と呼ばれていた。かつて、山頂には山の神を祀るため、サビ取り神社という名の神社が建っていた。そこの神主と巫女たちが、我々山森家の先祖にあたる。サビを取るという響きから、神社には刀工や貴族の使いが、刀剣を携えて参拝に訪れていたそうだ。戦国の時代に巫女として生まれた娘は魔を払う特別な力を持っていた。巫女は戦に使われた刀の浄化や人の心に刺す魔を断ち、悩める者たちの希望となった。しかしある時、局地的な直下型の地震が発生したのだ。山の標高が半分削れるほどの土砂崩れが起こり、神社を含め建物はあたこともなく消え去った。山森はわずかに生き残ったが、例の巫女は子を残し、そこで命を落とした。コアバ緑が姿を現すようになったのは、それからのことだ。コアバ緑は次々に人々を襲い、国は害鳥として対処することにした。
神社をなくした山盛りの男たちは領主となり、小阿波の寄りを借り続けている。巫女の力を継いだ娘たちは、巫女が儀式の際身につけていた星影の石を媒体にして山盛りを守り続けているのだ。以上で歴史の授業を終わる。質問ないな。小阿波緑はなぜ突然現れたのでしょうか。サビ山にはかつて神社が神の使いとしていたサビ鳥という鳥がいた。サビ鳥？ほう。神社の名の由来でもある。数少ない文献によると、姿形は我々のよく知る奴のそれだ。そして震災の後、神社跡地に底の見えない巨大な穴が開いていたという。現在は山頂にそのような穴を確認することはできない。だが文献から察するに、巫女が払った魔はサビ山の地中深くに封印されていたのだ。それが神社の消失と巫女の死によって山をうがち、地上へと溢れ出し、魔の影響を受けたサビ鳥が人々を襲うようになった。俺たち山盛りと小阿波緑の因果がよくわかっただろう。ええ、小阿波緑が元は神の使いと言われていたとは。しかもそれを神主の子孫たちが絶滅させようとしている。辛いものがありますね。神の使いなどと呼ばれていたのは千年も前の話だ。俺にとって奴は敵以外何者でもない。小阿波緑に対するこの人の執着心もわかる気がするな。今聞いた話をファイルにまとめておこう。ああ、まあいろいろと話を聞きました。まあそのかつての巫女は魔を払ってるとかそういうことを言ってるけど、払ってるっていうか、どっかに押し込んでいた感じよね。言ってしまえば、不法投棄していた。廃品回収をして、そこら辺の山に掘った穴の中に捨てていただけで。で、今やってるのは一族はそれの尻拭いをしてるだけじゃないかってちょっと思ってんだけど。まあ、それはいっか。千年も前の話だし、誰を責めるっていうこともできんわな。では、話は全部聞けたはずだよな。外に出ると何かイベントが起きてくれると思う。日が沈んでるね。なんだこの爆音。流れる音楽は、あ、これゲームの音楽ではないのか。うわ、びっくりした。急に出てこないでくれ。ああ、これはなんだっけ何の BGM だ。そうか、トルコ行進曲か。今の、テケテケテンクラシックってググったらね、正解出てきた。ググるやべえな、マジで。急に出てこないでくれ。すみません。後ろから声をかけたのですが、気づいていただけなかったので。それより何なんだ、この音は。どこからともなく突然、耳をつんざかれるかと思った。おさむお兄様です。この時間になるといつもクラシックを流すんですよ。夜、眠られるまで、ずっと、書斎にあった蓄音機か、趣味がいい、なんて言ったが、撤回だな。それで何の用だ？私これから、星影の石に力を込め直すため、禊の儀式へ行ってまいります。そういえば今日は、満月だと言っていたな。どこかの泉へ行くのだとか。はい、サビ山の湧き水でできた、命の泉です。山盛りの巫女様は、そこでいつも身を清めていました。月の光と山の水で巫女の力を研ぎ澄ませるのです。まもなく出発するので、先にお別れのご挨拶をと。彼女の力を確かめられる機会だ。ここはぜひとも同行したいところだが、禊の現場に野郎がついていくのは、ちょっとね。そいつも連れて行ってやればいい。うわぁ。あなたね、耳元で急に声をかけないでいただきたい。え、ふーってやられたのか。この優秀な探偵君は、お前の巫女の力が気になるのだそうだ。
そうなんですか。でもそのこの人まさか俺に同行させる名目であかりくんの偵察をさせようとしているのか。遠慮しておきます。私は遠慮しておきます。今まで通り小鴨さんがついてきてくださるので護衛は足りていますし。小鴨さん護衛なの？ペンダントなくないように。その小鴨だが残念ながら今夜は俺の用事に付き合わせることになった。男の護衛が欲しければこいつを連れていや無理でしょう、この人に護衛は。わかりました。すっげえ嫌がるじゃん。その代わりそのもう一人ユミさんを連れて行っても構いませんか。好きにすればいい。あんな女一人いてもいなくても変わらん。なぜ彼女はこんなに遠慮がちなんだ。身を清めに行くだけで減るものでもないと思うが。では探偵様、準備をしてまいりますので今の方でお待ちいただいてもよろしいですか。ああ、わかった、待っているよ。猟銃は返してもらおうか。素人のお前にむやみやたらとぶっ放されたらたまらんからな。取り上げられてこの愉快な BGM の中、愉快なジングルがあって猟銃取り上げられたわ。護衛としての価値ゼロになったんだけど大丈夫？むしろマイナスでは。それと分かっているな。あなたの期待してるようにはなりませんよ。そしてここでセーブか。来ると思ってた。私の読みはね、名探偵並みなんだ。じゃあここでとりあえずパートは切るかな。多分おさむさん事情聴取は2パート分かれてるんじゃないかと。結構カットしたけどさ。お疲れ様です。